はい、皆さんこんにちは。店長武蔵とその仲間たちでございます。日差しがね、今日は強いんでサングラスをさせていただいております。余計なことでございます。今日はね、ターセリー S キムコの新型スクーターですよ。ターセリー S125 ですけど、こちらはねメットインを外してみましょう。メットインをね、メットインを外すにはですね、まずボルト10ミリ、このボルトを4つ外してください。まあ、もう緩めたのでね、これを外すとね、まあ、こっちはもう緩んでるんでね。であとここにね、プラスのタッピングビス2つ、今ここのパネルですね、これをまず外します。で上にね抜いていただくと、ペッとこんな感じでね抜けますんでね。でちなみにですね、これが診断器をつなぐコネクタです。でこれはこう中にね、はい、そうするとメットインが外れるんですよ。メットインが、さあ外してみましょう。ですね、これはねこんな感じですよ。メットインが外れる。そうなると、あ、ちなみに私いつもメガネかけてますかね。このサングラス土入りです。動画ないと見えません。はい、そういうところでこのようなエンジンルームが見えてまいりました。まあまだね、走行0キロの新車ですんでね、綺麗ですね。ちなみにプラグはここ、これで、プラグを外すためにはここのカバーを外さなきゃですね。ただここのカバーを外すためにはメットインを外さないといけないと、そういう仕組みになっているようです。よく国内メーカーのものですと、この辺にねパッと開くようになったりもするわけでございますが、はい、下から手を入れるっていうのも厳しい。やっぱりこれを外すね。でこれはね、トリムクリップね、4箇所、これとここと、あとここですね、こことここ、これを外すとこれがパコッとね外れますんで、そしたらプラグをやるということになりますが、トリムクリップ、ちなみにですね、もう一回実はね外している、だから簡単に外れるでしょう。しかもね全部シリコングリス塗ってあるんでね、用意周到って感じね。こうやってね、抜けますね。でトリムクリップは、まあ、ご存知の方は、ね、やったことない方はちょっとあれかもしれないんですが、要は構造的にはですね、こう真ん中のがちょうどペトッこうね平らになると広がるようになってるんですね。で抜けなくなると。で抜くときにはここ押して、さらにこれを前もっと前に出して抜くと。で入れるときにはこれを戻して、こういう状態にして入れてからここをポッと押すと止まるんですよ。さあ4つ外したんでね、これを外してみたいと思います。これはね、ここに爪で両脇引っかかってて、ここ入ってるんですけど、こういう感じ抜けるようになってますね。出すんで、まあ、あんまりねガーンと思いっきり抜いちゃうとね、まあ、こんな感じねで抜けますんで、あとはゆっくり慌てずちょっとこれをねずらして片手でやってるって、でこれでねこれは抜けますんでね。そしたらここにアクセスができるというようになっているようです。なぜなら今日初めて外したから。はい、前回りはね以前、違う中古車の方でね、この辺はみんな外したんで、だいたいこんな感じで外れるのかというのは分かります、はい、なので比較的ねメットインはね簡単に外れる構造になってますね。でここもまあで1回外したらですね、こう爪とかね、こういうトリムクリップのこういうとこにシリコングリスとかをねつけておくと、その次外すときが楽かなという感じがいたしますが、どうでしょうか。はい、入れるときはねこうこっからレールみたいなってこうスッて入れていく感じですね。はい、さすがにそれは片手では無理っていうことですね。
はい、何か参考になりましたでしょうか。まだね乗っている人がそんなにはいないような気もするので、はい、ぜひですね、ご自分で何かされるときにはですね参考にしていただければ幸いでございます。ご視聴ありがとうございました。